さんこんにちは、ビーエージェント小林です。今回はトレーニングのちょっとマニアックな種目を解説ということで、ニュートラルグリップでのダンベルベンチプレスを紹介していきたいと思います。ニュートラルグリップというのは、手のひらを向かい合わせにするような状態でベンチプレスを行うというようなバリエーションになるんですけども、通常ベンチプレス、ダンベルでやる場合は、手のひらが自分の足の方を向くように握ってやる、またはちょっとハの字にしてやるパターンもあると思うんですけども、これをニュートラルグリップにするとどうなるかというと、まず脇が締まるんで、上腕三頭筋に若干ですけど効きやすくなります。これが一つですね。で、二つ目、こっちの方が大事なんですけども、肩の痛みや違和感が少なくなるというメリットがあります。肩の、インピンジメントといいますけども、肩のインナーマッスルというのは、この通常の持ち方だと下まで下ろした時にインナーマッスルをですね、挟んでしまって痛みが出やすい、そういうような姿勢になってしまうんですけども、これがニュートラルグリップになることで、下まで下ろした時にそのインピンジメントが起きにくくなるので、肩に不安がある方、一回痛めたことがあってちょっと不安だなっていう方とか、肩に違和感があるっていうような方なんかは、このニュートラルグリップのダンベルベンチプレスをやっていただくと、肩の不安なく大胸筋を鍛えることができますので、おすすめです。私も肩を怪我した経験があるので、こういうパターンのダンベルプレスよくやってます。で、やり方は普通のベンチプレスと同じで、持ち方だけニュートラルグリップにしていただいて、下ろして上げて、下ろして上げて、下ろして上げて、というふうにやっていきます。で、ただ一点ニュートラルグリップでやる場合に注意していただきたいのは、脇が締まる分下ろしてくる位置がかなり下の方になります。通常のやり方ですと、これぐらい、ニュートラルグリップにすると脇が締まる分、普段よりも下の方に下ろしてくることになりますので、この下ろす位置が普段とちょっと変わるということだけ注意していただいて、やっていただければと思います。はい、今回はですね、ニュートラルグリップのダンベルベンチプレス紹介させていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。